森永さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、直近の話題として気になったのがですね、東京エレクトロン株価急伸というものなんですね。で、森永さん、実はこの1年くらいで東京エレクトロンが株価が3倍に迫るくらい上昇していて、で今月に入っても伸びが加速しているんですね。この半導体ブームって私ちょっと終わったのかなって一度は思ってたんですけども、ここへ来て伸びがこう加速していると。でなんでこんなに人気なのか改めて教えてもらっていいですか。半導体です。はい、やはりこれ今世界的にも AI ブームが来ているんですよね。はい、最近で言うと例えばのソラというですね、 AI でもう本当に本物と区別つかないような動画が作れてしまったりとか、はい、去年の中で言うとね、チャット GPT が流行りましたけれども、もうもはや今はテキストでどうじゃなくて動画すらも綺麗に作れちゃうと、いう時代になってきて、もう AI 全盛であると。でその AI を動かしましょうねってなると、どうしても必要になってくるのが、まあ、この半導体というものなんですけども、はい、まあ、さらに言えばですね、実は別に半導体って AI のためのものではなくって、もちろんパソコンであるとかスマホであるとか、まあ、あとはその通信インフラですよね。実はもう我々の生活で絶対に欠かせなくなっているもの全てに半導体が使われていると思ってもいいので、もう今もう世界中で半導体の需要、特に最先端高精度な半導体の需要が高まっているということですね。なんか世界的ブームと言っても過言ではないですか。そうですね、もう最近何やるにしても AI が搭載されてますとかですね、 AI で作りましたとか、もうすべての業種に AI が入ってきているような状態ですから、まあ、これがもはやブームどころかですね、我々の生活のもう一部になり始めていると言ってもいいかもしれないですね。そうなると森永さん、ぜひ投資家初心者として伺いたいのが、以前の動画で国策関連株っていうのを特集しまして、はいはい、国策に売りなしっていう名言あったじゃないですか。はい、で今回のこの半導体とか半導体関連株とか言われるのって、今世界的ブームを巻き起こしている我々の生活にはなくてならないものですから、これって最強株なんじゃないかって僕思ったんですけど。そうですね、まあ、国策ではないんですけれども、ただ事実上ですね、もう国策に近い状況にあるというふうに言っていいと思うんですよね。はい、もう今って例えば国の政策、例えば選挙やりますとか、まあ、あまり起こってほしくないですけど戦争をやりますとか、こういろんな国の大きな出来事ってあると思うんですけども、それも全てなんだかんだ言って AI が絡んできちゃってるんです。例えば、はい、今度アメリカで大統領選挙あると思いますけれども、まあ、ここでもおそらく各候補者の偽物の AI が作った言ってもないような動画をですね SNS で流したりとか、はい、もう最近この AI の活用した何かというのが国家的なものにもつながってきたりしているので、はい、国策ではないんですけれども、ただもう事実上国策銘柄に近いような形になっているっていう見方はできるんじゃないかなと思うんですね。はあ、なんかやっぱり規模大きいなと思うんですけども、そもそもこの半導体ですよね。ですから、これって何に使われていてどの分野での需要が高いのかっていうのをちょっと一回整理していただいてもいいですかね。そうですね、先ほど言った通り、もちろん AI で使われているってことで今注目が集まってはいるんですが、はい、当然パソコンとかゲームとかデータセンター、いろんなものに AI っていうのは使われています。うん、でこれ半導体にもいろんな種類とかがあるんですね。みんなが今その AI 銘柄だって騒いでるのは、いわゆるファブレスと呼ばれる部分の、まあ、NVIDIA がいい例だと思いますが、こういうのもあります。うんうんうん、パソコンだとアムドとかですね、スマホとか 5G とかだとクアルコムとか、はい、結構その使われているところによって、まあ、結構そのメインの銘柄企業が変わってくるんですよ。で次にこのファウンドリーってところだと皆さんも聞いたことありますけど、まあ、TSMC 台湾の会社ですよね。熊本に工場があるみたいな、はい、出てますし、はい、まあ、あとはメモリーなんかでいうと皆さんご存知なのがサムスンとかですね、まあ、あとはその全然関係ない分野ですけどパワー半導体とかイメージセンサーとか、うん、本当にこういろんな分野でいろんな種類の、まあ、半導体っていうのがあるので、一言に半導体銘柄って言って、はあ、例えば先ほど出てきた東京エレクトロンみたいな感じではなくて、結構いろんな種類があるよっていうこともちょっとこれを機に学んでみてもいいかもしれないですね。ちょっと私それだけあるのすみません恥ずかしながら存じ上げずですね、あ、そんなにも多岐にわたってるんだなっていう感じなんですよね。うん、
でおそらくこういったところがこれからも関連をして上昇してくる波はなんか続きそうな気がするんですよね。あ、そうですね、うん、やっぱり需要が一気に減るってことはないと思いますので、やっぱある程度引き続き一定の需要は続くんだろうなと思いますけれども、ただやっぱりちょっと今この日経期の上がり方なんか見ても分かる通り、短期的な過熱感みたいなのはありますから、はい、少しホットになりすぎてるかなっていう半導体ブームみたいなのも一瞬ですね、熱が冷める局面なんかもこの後来るかもしれないですよね。森永さん質問です。先生、はい、この上昇の勢いになんか乗っからないのがなんとなく日本人な感じ、うん、ただこの世界の方々ってこの上昇の勢いに乗っているからこそ今株価が上がっているわけで、うん、できっと乗った方がうまみはあるんでしょうけども、これ先生的にはどういうふうに考えますか。まあやはり流れに乗る、トレンドに乗るっていうのはやっぱ投資の基本だと思うんですよね。いわゆる逆張りよりは順張りといって、トレンドに乗った方がまあ確率は高くなると思うんですよ。逆張りって本当に難しいので、はい、そういう意味ではこのブームに乗るっていうのは一つの考え方だと思いますけども、ただやっぱもう今本命となってるその半導体メーカーがど真ん中みたいなところはやっぱ買われすぎてる節もあるので、まあそういう意味ではですね、そのいわゆる周辺産業とか関連産業と呼ばれているもの、このあたりにもちょっと注目していいかなと思ってまして、ほう、例えば半導体の設計支援なんかでいうと ARM っていう会社があってですね、はい、まあ、これ例えばソフトバンクなんか投資してるんで、逆にソフトバンクの株がそれで上がったりもしましたし、ほう、まあ、あとはその半導体の製造装置ですね、こういうとこやってるアプライドマテリアルズ、あの銘柄もありますし、あとは素材なんかでいうと、まあ、サムコとかありますから、はい、まあ、そういう周辺産業とか関連産業も、まあ、幅広に見てあげるっていうことがいいんじゃないかと。だからそのど真ん中の銘柄買うっていうと、やっぱね、さすがにここまで報じられたりすると、まあ、チャート見ても分かる通り少しなんか急に上がりすぎたかなっていうところも出てきてますから、まだその本命ほど上がりきってない。でもやっぱりその半導体の需要が高まれば、結果的におこぼれってわけじゃないですけど、これら周辺産業も潤いよねというような観点から、ちょっと幅広く銘柄選別っていうのをしてみてもいいかなと思いますね。そういった調べ物をした上で、ズバリ森永先生伺います。先生なら乗りますか乗りませんか。僕はですね、流行りが嫌いなひねくれ者なので乗らない、ね、あ、先生乗らない。そうですね、やっぱりこれはもう全然どっちが正しいとかじゃなくて、結構もう人間性的なところがあってですね、私は常にこう小さい頃からクラスの中心にはいなかったような人物なので、はい、まあ、ちょっと横目で半導体いいなって思いながら、まあでもお前らは気づいてないだろっていうのを探したくなっちゃうって感じです。あー、なるほど、そこはもう完全に森永さんの個性が出てるところですね。そう思います。それでですから、知った上でそういう選択をするっていうのもまた投資の妙味ですからね。そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。で、今回ですね、ちょっと具体的な銘柄も挙げてはいただいたんですが、今回の森永ズビューいただけますか。ホットだから飛びつくんではなくって、なんでホットなのかという背景をしっかりと理解しながら、本命だけじゃなくて周辺産業関連産業も調べるということをやってもらうと投資力が上がると思います。ありがとうございます、勉強させていただきます。さて、この番組では野澤春人とともに投資家として成長している番組をお届けしてまいります。ぜひチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた来週です。先生いきますよ、森永ズビュー。お、違う。